はい、どうも、ラッスンでーす。はい、どうも、パズパズです。今回はね、コールオブデューティーが、2日前ぐらいに、リリースされたんですけど、それをやっていきたいと思います。どうですか、ナパズスン雑魚なんでね、ナスン雑魚なんでね、やっぱ僕が強いんで、しっかりね、僕がカバーしていこうと思います。パズパズ。とりあえず簡単な説明しますと、このゲームは FPS で有名な、ゲームで、略称はコッド、COD ですね。はいはい。やんな。そうっすね。んで、主に戦い方2種類かな。バトルロワイヤル系と、あとチームマッチ系で。で、バトルロワイヤル系は、武器拾って戦う、荒野行動とか PUBG 系のやつで、で、この今から僕たちがやっていくチーム系っていうのは、5人やった。5人。そう、5人やんじゃん。5人対5人で40点選手、計40キロを先にしたチームが勝ちって感じです。はい、それじゃあやっていきたいと思います。じゃあ待機場つうか、戦場で。では開始。パズパズさん、なんすか？コッドの経験ってある？ある。普通にやったことあるんか、ビータで。あんで？そう、ビータで。ビータやけど。ビータなんなん？どうやって打つ？右ボタンか。ない、忘れた。なんか L ダッシュとかする気じゃない。ええな、ビータ。ビータパープルやりたかったね、昔。買えば今から。いや、買いたいけどさ、そんなんカメラキャプチャーボード早く買った方がいいって話になっちゃうやん。なるほど。よし、ナイス。こいつらアホやん、バリ詰めてくれやん。これって狙撃銃が強いとかやろ、クソ。なんで今さ、詰めてくるやつあんま強ない。クソ M したって、これ見せられないやつ、お見せできない映像やで。ナッスン死亡のお知らせ。ナッスン死亡の、誰誰誰誰、リスキル。いや、このゲームリスキル強いらしいな、巷の噂で。よし、OK。AK。バリ詰められるとどうしよう。やんな、それ。チェキラーやん、それ。さあ、んでさ、最近の、最近のポップな話題やねんけどさ、米津玄師さ、馬としか知ったやろ。俺、あれ勝ったで。そう。あれめっちゃいい曲やんな。やば。いや、あれは買ってしまったなあ。あれノーセーブゲームも、あれいろんな裏話やんの知らん？そうなん？あの浜畑っておるやろ。浜畑、浜瀬日本代表やろ。そう、あの人はそう、もともとあの監修の予定やったけど、出てくださいみたいなことになって出たらしい。へぇ。ハマさん、それは知らんかった。ちょっと一人だけ硬い表情しとってん。そりゃ、俳優じゃないもん、ハマさん。やばい。おぉ。やばい。ガバイム。さ、ノーサイドゲームさ、ネタバレ注意やけどさ、滝川さんがええ人やったよな。待って。おぉ、大丈夫か。詰められすぎやろ、何これ。僕ロケラン持っとこう。味方がおらんぞ、味方が。ファイヤーで突っ込みます。突っ込んでくるわ、ファイヤーで。ちょ、待って、ロケラン強ない？マジ使っとん。サブ機ロケラン。いや、うまい。いい勝負しとで。いや、ファイヤー強い。ロケラン使うわ。あ、死んだ。あ、勝ったわ。ちょ、さ、やっぱファイヤーや。ついよ。は？ 6 キラ、あ、でも負けた。え、負けたやん。ガチかー。いい。じゃあ2戦目いっていきましょう。そう。チームデスマッチ。いやー、これは勝って、楽勝みたいに、楽勝で勝ってるみたい。リコイルがしやすい。勝ちたいな、ほんまに。僕も押したい。荒野行動さ、今やばいことなっとんねんで。え？荒野行動さ、なんか魔法使える言うてん、前。じゃ、魔法使えるの次なんや思ったら、ついになんか新しいレジャーで、ヘリ登場して、で、馬登場して、
乗り物やで馬。え、馬乗れるん？そう、パカラパカラって。でやば、うん、自転車もともとあって、それでびっくりしとってんけどな最初から。うん、でヘリ乗れるようになって、で次なんやって思ったら縦登場して、うん、で次なんやって思ったら縦付きウージー登場して。意味わからん、縦付きウージー謎やばいで。だってさ、あれやで、うん、自分は弾撃てんのにな、完全に守れんねんで。あ、頭おかしいやん。で、縦付き牛出たと思ったら次にロケランが出た。荒野行動終わりやな。終わりっつうか、なんかすごいよな、なんかいろいろと。うん、やられた。なんつうか発想がなんつうか。ああ、やられた。すげえ、スライディングのができる。こいつショットガン持った。え、知らんかったスライディング。ショットガン強いな、スライディング知らんかった。え、ショットガンめっちゃ強いね。ショットガンバリ強い。これからショットガン使うか。え、あ、ショットガンやられた。ショットガンそっちに強い。やらかしたー。オッケー。え、やばい。荒野行動ショットガン雑魚やな。やばいやばい。正金ショットや、正金ショット。正金ショット、あやばい。お前、正規ショットほんまに見てんの、おもろい。マイナーアシスト。マイナーアシストとメジャーアシスト。なんか音楽でマイナーコードとメジャーコードみたいなのやらなかった。メジャーコードか。知らん。俺んとこ音楽ない。あ、ないん。ないってか、俺が選んでへん。俺んとこ選択制やねん。あー、そうなん。ええー、な。うん。俺2年から選択。よし。待って。めちゃくちゃ強いねんけど。ショットガンエグい、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 4連続キルしとんねんけど。やばい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 、あははついにやられた。よしよし、いいよ。まあいい調子やんな。空爆使おう。これ何？ごめん、今録画切っとった。ははアホや。お父さん乱入してケツも前です。どんな家庭？やめろ、家庭史を疑うな。機関銃ぶっぱするから、機関銃ぶっぱするから。ショットガン最強じゃないこれ。やばいやばい、これ時間ねんな確か。さあグレネードだ。時間ねんな。え、行くわ、ちょっと機関銃ぶっぱするわ。ちょ、被験者、被験者現れる。被験者求む。ああ、え、強い。え、やばい、ワンパやねんけど。何が？え、ちょ、機関銃ワンパやねん。あ、そうやで、あ、一発やあれ。いや、ごめん、空爆で死んだ。え、やばない？それは笑うで。笑うつうか、頭おかしい。あれ、空爆の使い方が。分かった。おぉ、分かった。よし、10点差。で、パズパズさん。うん、なんすか？あ、昨日のマッチ覚えと。昨日のマッチ覚えとう。覚えとうで。あのさ、あの宣伝しろ言われたからやろうぜ。ああ、昨日な、開会やろ開会。はい、皆様、え、昨日を、まあ、僕とこうパスパスでやってたんですよ。まあ、コッドレベル上げ。じゃあまあチャットしてたんですよ、こんな形で。多分他の人にも今聞こえてると思いますが、じゃあ、あのキッズかなって思う人が最初乗り込んできまして、その人はカイカイと名乗る人物で、まあ、ぜひチャンネル宣伝してほしいということで、チャンネル登録者10万と偽っとったもんな。そうなん？何万？ 10万言うとったよ、僕たちは。なあ、言うとったやん。うわ、あと少しで10万かと。ああ死んじゃった完全な嘘、危ない。24個だ。完全な嘘やな。パズパズさん何人？おお、3万、あった。3万5人、5人。嘘つくな、あー嘘つくな。俺多分サブとメイン合わせたら割といい数いきそうなような気がすんで。知らん。サブ何人おるの今？てかサブいつからやっとん？サブちょっと前。いや、元々作っとってん実は。へえ。で、やっとパスワード思い出したから。あれ、やっとパスワード思い出したからやってん。うん、忘れとったん？そう、忘れとってん。教えへんで。動画中に発表して教えてくれても。えいんやで。あ、死んだ。やばいやばい、それはクソエイム太郎。待って、負けとうやん。クソエイム太郎、ロケランぶっぱぞ。やられた。
誰だお前。あーもうロケラン無理、ロケラン至近距離無理やで、立証されたわ。待って UAV やばい。 UAV ってね、あのミサイル上から降ってくる。お前人やった。マジかよ。やばいって、ごめん、いいとこなしやった。アイススナイパーうまい飛んで、相当うまい飛んでた。いや待って、もうほんま嫌やこいつ、うざい。やばいって、うん、やばいな。死ぬ。狙撃使うわ。あれ、ボッコボコやもう。もうウハウハのボッコボコ。いや、狙撃使うから大丈夫。あ、やばい。空爆はやばい。待って、撃てへん。え？無理やわ。撃まない。お敵。俺は負けだ。ボッコボコや。いや、あ、死んじゃった。よし、んじゃあまあ。ザコ撃つ。まあ、そうやな。ザコ撃つもまあ、そういうのは言ってない。じゃあ今回はまあここら辺にしておきましょうか。まあこれからまあシリーズ化もできたらしていきたいと思うんで、じゃあまた次の動画で会いましょう。え、パズパズなんか一言ある？まあそうっすね、まあ、まあ今度までにね、まあ、強くなってくるんでね、僕もっと強くなるんで。いやまあ僕も、うん、そうっすね、ザコっすね。まあ僕またパズパズの動画にも出演したいと思うんで、まあよかったらこの後もパズパズの動画今から撮るんで、概要欄にパズパズのチャンネルリンク貼っておきますんで、ぜひ低評価通報お願いいたします。それではまた次のはい、お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。よければ高評価、チャンネル登録、コメントなどよろしくお願いします。メインチャンネルの方も見てくれるとありがたいです。それではまた次の動画で会いましょう。 See you next time、 ナスの学生。